オッケー、はいはい、どうもありがとうございます。今日は、まあ、この回っていうか、思いついたのは昨日の朝なんで、で告知出したのは昼間なんで昨日の、まあ、それでよくこれだけ集まっていただけたなとよく思います。今日はどうも本当にありがとうございました。あと10分たらしかないんですけども、最後に、かえめてさんのコールで、一回締めたいと思います。でその後に終わりましたら、経産省前で、ヒューマンチェーンやりますんで7時半からですね、ぜひ皆さんもそこに、参加していただけるようによろしくお願いします。じゃあ、かえめてさんお願いします。あれ、そのギターがゴーンを鳴らして、そのギターがゴーンを鳴らして閣下にこう六本弦で閣下にリスペクトを示すとかなぁと。ロックからロックンローラーが正しい人をリスペクトしなきゃロックじゃないね。あの心臓リスペクトしなきゃロックじゃないね。汚染水漏れてるなんて未だに言ってるようじゃロックじゃないね。ああ最高っすね、あの心臓で。何言うか。ああ、じゃあまあ、安倍心臓さん、ちょっとね、ね、あ、安倍ちゃん、安倍ちゃんだね、安倍閣下、安倍閣下、ね、安倍閣下に捧げますよ。じゃあ歌っちゃった方がいいのかな、これ。歌っちゃいますけどね。潮風不廃臭カモメダンプデコボコかつて道路だった道土台だけになった民家の上ぬいぐるみと花が置かれてる。誰もが心の底から何かしたいと思った。ささやかに灯った善意を見当てて吹き消す顔。死人に口なしと言うけど死人にこそ発見健康。瓦礫をかき分け手を伸ばせ君にこそ発見拳法。壊れた包丁で夕暮れまで奇跡を待て海を眺める人警戒区域から見知らぬ土地へ思い出さえ持ち出せなかったと涙着飾り続ける都会よ。何も終わっちゃいない。ふわっ面な愛でなかったことにするんじゃない。おお死人の声を聞け発見拳法。泥を吐き出し目を覚ませ死人にこそ発見拳法。沖縄宮城岩手なんで俺たちに聞こえない。見えないじゃなくて
見ないだけ、自分ごとにさえ耳を塞ぐな。聞きながら死んでる、いつまで続ける。死んだら終わると、いまだに本気で思ってるのか。もう亡者は黙らせろ、死人にこそ発見権を。歴史の嘘を暴露しろ、死人にこそ発見権を。死人に口なしと言うけど、死人にこそ発見権を。奴らの胸ぐら掴んで、死人にこそ発見権を。安倍閣下、閣下、死人の声を聞け。おい